3月28日です。はじめの一歩の最新巻、134巻が届きました。今年に入って1巻から読み直してみたんですけども、いや、面白いですね。漫画なのに、風が吹いてきたり、こう胸がね、張り裂けそうになったり、感動したりね、ワクワクしますね。それによって、まあ、私の人生もだいぶ変わり始めて、やっぱり男は体鍛えないとな、強くなくちゃな、みたいな気持ちが出てきました。で、この134巻、これから読むんですけども、気になるところはね、 この幕内一歩くんが本当にボクサーを辞めてしまったのかどうなのかってことあと久美ちゃんとの関係はどのくらいまで近くなったのかお互い相思相変なのにもうなんていうのか少年漫画にありがちなことなんですけどもお互いに思い合ってるのになかなかね胸の内をはっきりと伝えられないお互いっていうのがねなかなか面白いかなあとあとは迫りくるライバルたちですよね後輩のボクサーがすでに一歩くんと同じステージもしくはそれ以上のところにも行ってしまってるというこの 一歩くんがいなくてもボクシング業界は動き続けるってことあと二つは高村さんね先輩で超人の高村さん六冠王を目指して今三冠王を達成しているところですけどもこのまま無敵無敗の超怪人でいくんでしょうかここも注目なところでございますそして最後は鴨川会長ですよねどうも年のせいか80を過ぎて健康状態がよろしくないその中でもトレーナーとしてのセンス一流抜群その鴨川会長もしかしたら ももしかしししかかたたら、もしかしたらですよねこの鴨川会長も昔は自分自身がボクサーであり、まあ、戦後の日本で唯一ねアメリカに対して歯をむき出しにして立ち向かっていたそんなボクサー青春時代を送ってその時に本当にねボクシングっていう世界があったら世界チャンピオンを狙えてたんじゃないかなみたいな、まあ、鴨川会長なんですけども今年老いてねもうすでに去りゆくのみ で、この漫画が始まったのがもう二十数年前、三十年ぐらい前なんですよね。まあ、ですんで、時系列的にもうね、今、令和の時代とは合わなくなってきてるんですよ。例えば、作品の中にスマートフォンは出てきません。一歩君は高校生だったのが二十歳前後になった、あ22、3歳かな、うん、ぐらいになったものだと思いますんで、この漫画の中では時間が4年か5年ぐらいしか経ってないんですよね。でも、現実の私たちの暮らしっていうのはもうね、30年近く経っているってことで、 もう作品の中にスマートフォンも出てこないしインターネットもないんですよ、うん、で相変わらず商店街中心の昭和の暮らしがそこにはあってまさにこの作品の中はまだ商法なんですよねまあ、ですので戦後の時代を生き抜いてきた人が鴨川会長みたいなのがまだね現役のトレーナーとしてやっていくのにも全然不都合がないんですけども現実今の社会ねこの令和4年でボクシングのトレーナーがあの戦争してる時に20歳前後でしたみたいなことはもうないですからね だいぶ時代は変わった中で、私はね、最後の昭和の漫画じゃないかなと思ってますね。ドカベも終わっちゃいましたしね。多分ドカベの中にも携帯電話、スマートフォン出てこないでしょ、インターネットとか。うん、だからまさに昭和の中で時間が固定化したまんま進んできたのが、初めの一歩。私はこの初めの一歩が終わるまでは昭和は終わらないと思っておりますね。じゃあこれから読んでいこうかと思います。